こんにちは、水木松浦美穂です。今日はヘアカットの技術を、やろうと思っています。皆さんお楽しみください。はい、じゃあ今日はどうしましょうか。もうイメージチェンジっていう感じで、ちょっと鋭い感じ、結構ショートな感じで行ってみます か、はい、だとしたら31センチはあるので、ヘアドネーションという、はい、まあ方法もあるのですが、はい、そこはどうしましょう。ぜひお願いします。やりたい、はい、やりたいです。じゃあ今日はドネーションから入らせていただきますね。可愛、はい、いねこれもなんか一番嫌だったこと思い出して。はい、はい、年切りよっしゃ、キリー、いやーなんか頭が取れ、もうこれだけで、はい、ありがとうございますじゃあこれからカットに入ります。はい、お願いします。はい、希望としてはここは切りたくない、死守したいとこ、今度は教えてください。前髪はこのまま長さは残したいかなと思ってます。前髪死守のショート版でいきたいと思います。はい、前髪が今目の下だね。そこからカットを始めます。はい、ここまで切ろうともしかして思ってなかったかもしれない。もうどうせ切るんだったら死守したいとこだけ残して、嘘こんな切っちゃったのみたいなところに行ったら、なんか気持ちはスッってこう落ちるかなって気はしています。前髪からあのね、そうあの一つの心理的な作戦なんです。これカットの仕上がりは後ろから切ろうが前から切ろうが一緒なんだけど、心理的にもう短くします、だけどここだけは死守したいっていうところをなんか最初に残してあげた方が、はい、あの世界観が成立しちゃうので、そっちの方がいいなって思ってね。でこういう襟足をセーラちゃんもほんの少しなんですけど、襟足が下向きというよりはちょっと上向いて生えてるじゃないですか、はい、でそういう時にこうやって、ハサミではないカミソリのようなもので少しすくように、これが首にこういうふうにだんだんこう伸びていけばいくほど首にフィットしていくようにしてあげると2ヶ月ぐらいはショートカットでも持ちます。ショートカットってメンテナンスが1ヶ月に1回っていうよね。綺麗に全てをカットすることによってすごくメンテナンスが大変なことの方が多いんですよね。1ミリの狂いもなく切るってことは、もう2週間に1回メンテしてねっていう話、髪は伸びるから、隣同士で太い毛の横に細い毛があったり、ストレートの毛の横にグリグリっていうこう癖毛があったり、だから伸びた時にここだけボリュームが出て、ここはぺったんこで変みたいになっていくんですよね。だから全部同じ長さにワンレングスでバツって切り揃えたら、だいたい1年経つと2センチぐらいの誤差が出る人が多いですね。だからこのショートカットにしても2ヶ月ぐらいは来れないことを予測して切ってます。まあ忙しい女たちが常なので、ね、すごい気持ちいいです。なんかこうハサミが入っていく感じが、唯一このカット方法って多分ツイギーしかやってないんですよ、私が編み出したから自分の体の位置が大事なんですよね。こっちに向いてるからこっちに行く、こっちに向いてるからこっちに行くっていう毛先と同じように切っていくんですよ。毛先がこっちに行ってほしい時にはこう切って、そうで、これをなんでこういうふうに前に行ってほしいかっていうと、伸びてきた時にこの後ろが毛先が前にこういうふうに行くとの伸びても邪魔じゃないの。でもこれを後ろ向きに切っちゃうと絶対に真ん中で束ねられるので、ここが思いっきり跳ねていくんですよ。だからこういうふうに台というこう8の字に向かって切っていってあげると、襟足はいつまで伸ばしても毛先がストッとこう落ち着いて肩に触れるまでは伸ばせるんですよね。あの一番長いところの毛先は前に向かう、でその上がこういうふうに後ろにで向こうに行くと、この流れに対して上の流れがこうやって動きが出てきて1箇所に重くたまらない、あの直毛の人をまっすぐに切っちゃうと、そのまま直毛にすぎず面になっちゃうんですよ、ただのつるんと。だけどこういうふうに前に向かいます、しかも3センチから4センチここの間を刻むことによって、長いところの毛が落ちたところはボリュームになるんですけど、その間に短いところが入って押してくれるので
こういうその耳の上にボリュームが来て下が下がるようになるんですね。だけど、それを直毛で切っちゃうとここにボリュームがたまるんですよ。これが面で、だからこういうスタイルになるんですね。それをこういう風に戻していくために今のような切り方にする。しかも一番長いところと短いところの間は1センチのストロークぐらいだと溜まってしまうので、2センチから3センチのストロークで逃がしていく。そうするとふんわりボリュームの中で毛先がフェザータッチで落ちていくっていう仕組みにカットを考えました。でこの辺は頭頂部の方は頭の形が丸いですから、このまま面で切っていくとさっき言ったどこかに厚みがドンって残るカットになるので、それが自然な丸さを描くために頭頂部の方もこういうふうに毛先にストロークを入れていきます。日本人はだいたいここが張っているので、ここを中途半端な残し方したり、こんなに重く残すとここが四角くなります。なのでこうした時にこの人の頭頂部を少し高さを持たせるためにわざとこの辺にここまでの短い毛を切っていきます。そうすると少しこのボリュームがふわっと残って頭頂部が少し高く見えますよね、この技術もかなりオリジナルなんですけど、髪の毛のこういうふうに持ってあげてこの内側を切っていくんです。こういうふうにここが分厚いなって目で測らないと、こうやって見るか目で測らないとこう持ってくるともう綺麗に切れてるから切るとこないんですが、で間をこういうふうに抜いていくとここが好きすぎるので、目で見た加減でハサミの一本の方で持ち上げて、そしてその内側を切っていく。何年間ぐらいセンターパーツで長かったんだっけ？2、3年だよね。そうだよね。これからもし伸ばすときは絶対分け目変えないと、はい、ここの広がりの毛穴とこっちで見た毛穴の大きさが全然違う、はい、本当ですか？こっちで見るとすごい毛穴がキュッて閉まっててちっちゃいのに、いつもの分け目のところを見るともう日差しでね、これ日焼けしちゃってるんですよ、はい、ドンって毛穴がすごい大きく広がって私の目にも分かるぐらい、分け目のところでいつも同じにしてしまうとそこがビヨーンと緩むというか、毛穴がこうやって広がって一個一個見えますよね。毛穴がこっちそんなに毛穴が見えないですよね。これからはね、伸ばすときは絶対に分け目を変えてください。はい、はい、分かりました。この反対から今までこうしてたものをこういうふうにハサミを入れるのはこの毛先のチェックカットです。この毛先に反対側に向かって毛先の流れを作っているのが一本、その間が長すぎたりちょっと調整が必要な時に逆にこの形で寸止めをしてあげることによって長さのチェックと同時に枝毛防止にもなります。多分これを外人が見れば例えばただワンレングスに揃えてるスタイルに見えると思うんですよ。だけどこの人の頭が日本人だから割とこう後ろの後頭部があるとしてもここがぺったんこだったりここの角があったりとかってするので、それを計算してここが少し高く見えてこれが少しへこんで見えて、でこの幅がこういう厚みがドーンってこないように削ってってあげて頭にフィットしたワンレングス風味に見せるっていう、そういうことがとても日本人には大事なことだと私は思っています。大体できました。で今日のポイントは、彼女の個性をすごい大事にしたので、シャープにしたとしてもこのサイドから見た感じとかはかなりシャープなんだけど、前から見た時は前髪、伸ばし掛けの前髪がそのままなので少しこう甘さが残る丸みはキープしたつもりです。いかがでしたでしょうか。まあ、カットはそれぞれその人の頭とその人の癖と骨格と全てが交わり合って一つのものが生まれていくので、同じようなスタイルに人からは見えるんだけれどもその人の頭の形によって全てカットが変わります。
まず自分の骨格を知らないでただ美容師さんに預けるというよりは、美容師さんからそういうことを教わっていくっていうのもすごい大事なことだと思うので、自分の癖や自分のつむじや自分の襟足の癖やね、なんかいろいろ前髪の癖とかそういう骨格とかいろいろみんな教わってみてください。ではそれでは、次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。日曜夜はテレビで情熱大陸。